皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケドラン救助隊デラックス、今日からクリア後やっていきましょうか。まだね、見てください、ハテナがすごいあるんですよね。あのストーリークリアしたんですけどね、サンダーファイヤーフリーザーグラードンレクーザーしかね埋まってなくて、他のハテナも埋めていきたいなと思います。あとゴンベも埋まってるんだけど、これなんかゴンベ腹巻きみたいなアイテムもらったよね、確かその影響かなと思います。まあとりあえず今日は進めていきましょうか。エデダラとシュバリオンの活躍によって星の衝突は回避され、まあ、レックウザのおかげでもあるけどね、うん、ポケモンの世界には平和が訪れた。しかし全ての自然変動が収まったわけではなく、なんでよ、少しずつであるが変動はまだ起こっていた。なんで起こってたんだろう。もちろんポケダラ団による救助活動も引き続き行われていたのである。はい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 。そして数日経った朝、おはようございます。くー、いい天気だぜ。なに、おー、インドが入ってきたじゃん。姫珍しい。おはよう、エネダラ。今起きたとこかい。さっきペリッパー連絡所に寄ってみたけど、救助の依頼が掲示板に載ってたな。平和にあっても助けてほしいポケモンはまだいっぱいいるみたいだね。エネダラ、これからも救助頑張ろうぜ。はい、ということでね、今日も楽しく救助やっていきましょうかね。さあ、クリア後何が増えたのかよくわかんないんですけど、まあ多分なんかストーリー進むでしょう。エネダラさーん、どうした、キャタピーちゃん。あれ、キャタピーちゃんにトランセル君どうしたの。ブルーさんがなんか変なんです。え、ブルーが変ってどう変なの。何、なんか雰囲気が変わっちゃって。エネダラ、広場行ってみよう。やっぱ事件はまだ起こってるぞ。何があったんだ。え、あ、フーディン進化しとるやんけ。なあフーディン、ブルー見なかったかい。なんか変になったって聞いたけど。ブルーは僕だよ。ブルーだって。見た感じ全然違うよ。僕もよくわかんないよ。そこのホラーに入ったら急に。ホラーな、どこ。わしも知らないうちにできたんだよ。ナマズのいたあのとこかな。あそこはナールで、あそこじゃ。なんやと、あそこ入ったんだ。うん、そんだしたらこんな姿になっちゃった。ブルーは進化したのだ。何、進化、なんだそれは。ポケモンはもともとある条件を満たすとフーディン、どうやって進化したんやろな。進化して自分の姿が変わってしまうことがあるのだ。フーディン、通信交換だけじゃなかったっけ、違ったっけ。自分の姿が変わるだって。あのホラー穴は多分進化ができる場所なのだ。これは推測だが、今まで進化が起きなかったのは世界のバランスが崩れたためだと思う。いや、まあストーリークリア前やからな。うん。しかし星が破壊された今、まあ、クリア後になった今となっては世界のバランスも元通りになって、あのホラー穴も解放されたのではないかな。じゃあ僕も進化したらトランセル君みたいになれるんですか。なれるよ、トランセル君に。僕早くバタフリになりたいな。ちょっとちょ、待てよ。僕は微妙だな。可愛かったお顔がいかうつくなっちゃったし。あ、顎すごいよな、顎。進化するのは悪いことではないぞ。進化して変わるのは外見だけではない。覚えられる技の種類も変わることがある。中には強い技を覚えられる場合もある。何？本当？僕、強い技覚えられるかもしんないの？僕、ますます進化したくなりました。早くバタフリになりたい。僕も俺たちもホラーな行けば進化できるのかい。え、不思議だね、シュバリオンね。うん、バタフリーじゃねえ、バタフリーじゃねえ、不思議花にしなきゃ。そうだ、条件次第だが。エネダラ、俺たちも進化したくなったらホラーな行こう。じゃあ進化しちゃいますか。でもエネダラ進化しちゃう。かわいい、かわいいエネダラはいなくなっちゃうかもよ。いいのかい、みんな。どこからか声が聞こえる。目覚める者たちよ、ここは光の洞窟。何時、新たな進化を求めるか。説明聞こう。説明。ポケモンの中には進化できるものがいる。それらのポケモンは条件を満たせばこの場所で進化することができる。進化すると姿や能力が変わるほか、タイプや覚える技まで変化するものもいる。そうか、ただし進化する条件はポケモンによって様々だ。あるレベルまで成長すれば進化できるポケモンもいれば、道具である進化の証が必要なポケモンもいる。え、そんなポケモンいるんや。進化の証は難しいダンジョンのお店や最後層に損壊することがある。あと一つ注意がある。一度進化してしまったポケモンは元の姿には戻れないんだぜっていう。マジ？
進化するとこをよく考えてきてくれ。進化しましょう。さて、あれ？エネタラ進化できねえじゃん。あ、進化条件見て、進化の証2個って書いてる。なんてこった。いや、シュバリオンだけ進化させようぜ、じゃあ。シュバリオン行ってこい。うわぁ、シュバリオン、え、めっちゃ能力上がったで。上がるやん。いや、シュバリオンはね、新しい不思議層になってくれ。な、強くなって俺をもっとサポートしてくれよ。行け！身につか、え？え、やめようかな。やめようかな。え、そんな言われたらちょっと嫌な、困っちゃうんだけど。ねえ。ちょっと一回なんか別のポケモン進化させて沖に走ってみる。ムチュール進化させよ、ムチュール。ルージュラーになる。ルージュラー。強いな、結構。進化してみよう。はい。目覚める者たちよ。始めるぞ。ムチュールの様子に変化が？で、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 早い。さあ、ムチュールは進化して、ムチュールからルージュラになった。ねえ、なるほど。意外とあっさりしてるねんな。シュバリオンはね、ちょっと進化させるのやめましょう。やめとこう。いいえ。やっぱね、主人公たちはね、こんな風にね、なんだろう。ちゃんとやっとかないと、スカーフなくなっちゃうのね、やっぱなんか個性なくなっちゃうのでね。このまま育成していきたいと思います。みんな元気か？エネタラシュバリオン、よく頑張ったな、すごいぜ。でもまあ俺たちほどではないかな。いや、俺もゴールドランクやねんけど。一緒やで、同格同格。こうしていられるのもお前たちのおかげだ、礼を言うぞ。でもまあ俺たちのおかげも少しあるかな。ほら見て見て、押せる、めっちゃ押せる。バンギラスの体を。めっちゃ押せる。イエーバンギラス。はい、お前んちここ。なんだそれ。よかったよかった、ビビビビビ。クリア後やからな。ありがとう、ビビビビビビ。すごいな、お前たちは本当にすごいぜ。やったな、エネタラ、すげえよ本当。みんながお祝いしてくれてる、嬉しい。そろそろ私たちここから離れることにします。わたっ子たちは世界を旅してる。シュバリオンさんにはお世話になりました。ありがとうございました。また出会えるといいですね。おい、お別れなの、寂しい。離れますねっていう、ありがとうございましたっていう。泣いちゃうで俺。なあ、おばちゃん。頑張ったね、君たちかっこいいよ。でしょ？コクリン元気か？ありがとうございます。おかげで僕も見せ続けられます。ね、みんながみんなやっぱね、ちゃんと祝福してくれてるよ。進化もあるけど。私感動してます。この広場も無駄と分かって、私はううあなただけじゃないです。それは私も同じです。兄さん、エデナさん、シュバリオンさん、ありがとうございます。どういたしまして。隠れよう、なんかいい噂ましないのね。吹雪とか欲しいんだけど。吹雪ってめっちゃ強かったよね、確か。ネットを、クリア後でなんか技とかね、アイテムとか増えたらいいなと思ってるんだけど俺。いやー、やりましたね、エネタラさん。平和が戻ったおかげで私も安心して商売できますよ。あざすー。といたしまして、あ、いらないいらない。50ポケでーすって。安い。招待状が売ってない、つらい。あとは銀行とね、プクリンだね。平和が戻ったわ、ありがとうね、エネタラさん。えんやで。お金が全然ないな俺。預けとこ。よし。とりあえずこのクリア後のね、今後やっていきたいことがね、やっぱまだ今ね、右下のランクがゴールドランクなので、これをね、もう一個上のランクで FLB 超えちゃおうぜ。平和なったありがとうってやっといたしまして。なのでね、そのあたりをね、今回はやっていきたいと思う。お、みんないるじゃん。いや、すごいですね、ネタラさん。私も安心して暮らせます。おう、雲の塔の上で戦うなんて俺もう想像つかなくて、ドヒャーだよ。おもろいな。すごいですわ、エネダラさんたち。でしょ、カメックス仲間になってくれよ。ほんとよくやったな。真面目にわしと一緒にチーム組まないか。いいよ、仲間になってくれよ、カメックス。な、さあとりあえず依頼ちょっと見ちゃおうかな。なんか適当に受けてくるで。 B ランクとかあんじゃん。お、そういや、ディグダ君、パパ帰ってきた。そろそろ平和になったというのに。パパは？パパがまだ帰ってこないんです。誰も見かけないって言うし、ほんとどこ行ったんでしょう。はあ、もしかして天空に取り残されたんじゃ？今こそレックーさんに食われてるんじゃ。なわけないですよね。パパもともと空飛べないですから。はあ、どこ行っちゃったんだろう、パパ。いつか帰ってくるのかな、ストーリー進めば。わかんねえ。さてね、とりあえず、おー、アブソル君？びっくりした。あの時私の勘は正しかった。
お前たちに協力してよかった。改めて私からも礼を言わせてくれ。世界を救ってくれて本当にありがとう。いやでアブソル君、なんなん。そういえば逃亡生活の途中でフリーザーと約束したな。これ以上自然変動が広がらないよう食い止めると。星の衝突を回避した今、再び会ってみるのもいいかもしんない。フリーザーだけでなくね、ファイヤー、そしてサンダー、伝説の山頂に。伝説の山頂に会いに行くの？怖いけど。でもまたそれも一興なのかな。さ、滝壺の地に行けるようになった。残された島に行けるようになった。なんか新しい男女めっちゃ増えたんだけど。めっちゃ増えすぎちゃうか？そんな増えてる？いや、そんな増えます？広い世界各地にいろんな遺跡が増えたね。さて、ギャラドス、エーフィー、ウソッキー、ツボツボ、たまたまとかいろんな強敵モンスターとかがいるっぽいんですが、とりあえず、VS ってとかついてるけど、何これ VS って。この VS って多分サンダーとかかな。今この炎の山とかさ、 VS ついてんのって樹氷の森とか、サンダー、ファイヤー、フリーザーがいたところ、かつグラードン、レクーザかな。多分ボスモンスターがいるとこですかね。じゃあちょっとサンダーから行ってみましょうか。行ってきまーす。勝てるかな。出発進行、雷鳴の山。まあね、正直言ってサンダークラスくらいだったらワンチャンというか簡単にパンチで沈められるんじゃないかなと思いますので、ね、サクッといっちゃいましょうか。おっと、この階層には強敵モンスターがおるぞ。まあ、とりあえず脅しし君を仲間したいのでしときましょうか。強敵なんだっけ、雷鳴って。ちょっと待ってな、みんな危ないよ。え、これは海流。これ通常カラー、高速移動海流2倍速。どうしようかな。とりあえずなんかシャドボ冷凍ビーム4米ダメージだ。きた、ミサイルバリー。いいよ、巻きつく。なんやその攻撃は。パンチすんぞ、くらえ。ペチ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 、よし。カイリー君友達になってほしかったな。でもなんか友達になるのなりやすいリボンとかがあるんだけど、確か脅しし何体目だおめえ。なったけど友達にはね。そんなリボンもね、早くゲットしたいですよね。さて、カモネギいるフロア来たんですけど、また強敵がいますね。意外となんか強敵がね、バーゲンセール的に出てきているので、なかなか面白いですね。よし、倒せるもんは倒しておきましょう。お、ナックラ連れてこうやって。ナックラまだか。とりあえずこいつ倒しとこ。よし。ピジョンが友達になりたいって。ピジョン後ろにいるからいいや。これよーし。さあこれで完了。あとはね、やつを倒そう。よし、強敵モンスターや、強敵モンスター、強敵モンスター待て。すげえ逃げてるぞあいつ。俺から逃げるな。俺から逃げるな。逃げてるわけじゃないと思うんだけど。よし、強敵モンスター。ちょ、なんか全然違うやつ。強敵モンスター下がってない、後ろに。乱れ好き。強敵モンスターはなんか別ルート行ってるやん。追っかけ回そう、強敵モンスター。おい、どこ行くんだおめえ強敵。なんかずっとぐるぐる回ってない、あいつ。俺の腹が減る。うわ、待って、あいつもまたまたなんか変な方向行きや。ちょっとチェンジチェンジ、腹が減ったからチェンジ。シュバリオンで行こう。ちょっと待って、これガチめんどくせえな、この敵の移動が激しすぎて。強敵海流く、一生追いつけねえ。先回りだこれ。後ろ戻るパターン大丈夫。よし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 、いける。今度こそ出会えるぞ。出会える出会える出会える。帰りくん、よし来た。でもここで出会いたくなかったな。一歩下がって、ナイス。あ、いいねいいねいいね。なんか、あ、眠らせた。やるね君ら。ほら、もっといけ。ヘドロ爆弾。よし、俺が毒殺や、毒殺。へっ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 へ。眠り強いっすね。よし、やっつけた。おお、レベルアップ、やったぜ。シバリオレベルアップ35。前に飛び出すって特性がやっぱいいね。
結局やつは出てこなかったな。やつはというか、おうおう、まだ残る。さあ13回ぐらいがゴールだったはずです。13回がゴールだったらもう次で終わりなんですよね。行ってみましょうか。ゴー、来ちゃったぜ。うわー、サンダーサンダー、やーやってきたな。お前のチームがその後どれぐらい鍛え上げ、どれぐらい強くなったか、その実力見せてもらうぞ。いやーってことで行きましょう。伝説のポケモンサンダー。どうしようかな。結構やばいんですよ。1個やばいことがあって、あの復活の盾が1個しかない、オレンの実がない。やばいですね。さあ仲間全員で登録して、ヘビロテメガネを私が持ちましょう。ヘビロテメガネってどういう効果かっていうと、いい効果なんですよ。何？さあ雨乞い、これ雷が必中になるんじゃない？大丈夫？さあ毒状態はいいんですけど、これ同じ技を繰り返し使った時、急所に当たりやすくなる。もう最高ですね。行こう。さあこれで雷落とし師くん、いやもう落とし師くんは諦めるね、すまん。行くで。おう、ふく、ピンタ。全然2回しか当たってないです。みんなプレッシャー頑張って、プレッシャーに負けないで、プレッシャーに負けないで。怒りいいぞ、怒り。電光石火、みんな殴る気持ちがあるよ。光の壁特攻に強くなった。これで特殊攻撃5回当たれ。2回しか当たらなかった。葉っぱカッター、いいよいいよ。もっともっといって、もっと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 攻めて、もっと攻めて、もっと攻めて、もっと攻めて、いいぞ連続攻撃。みんな殴るね。いやムチュールちゃん、さムチュールちゃんもやられたけど、ムチュールちゃんもね、命を犠牲にしていこう。ピンタ、よし3回、5回当たってくれ。急所当たりやすいからね、いっぱい攻撃当てたらいい。エレブーとピジョンだけね、持ってないポケモンだから死んでほしくない。やー俺か。いや麻痺った俺、もしかしてエネダラを麻痺した。で麻痺した時は道具、石投げたらいいよとか、道具使ったらいいよって偉い人が言ってたまし、言ってたました。あ、だって混乱したらよくね、振る。えぇ、ー、混乱したばーか。混乱状態溶けたの、もうもしかしてサンダーさん。いや、いいっす、いかに、いや、いいよ。みんな殴るね。ドリルくちばし、俺かーい。起きて、ダイダラさん。これラスト1個やからな。で、これ殴ろう。おう、フクピンタ、80強い。いや、なんで2回しか当たんないんだよ。5回当ててよ、5回。体力多すぎひんか、こいつ。さあ、ナイス毒。よし。くちばし、なんで俺なのだから。俺狙うのよくないって一番強いの分かるけど。まずいな、これ。ちょっと待って、これね。スピア、いやー、これは。殴りたいよな、ちゃんと。5回 !4 回あ、連続往復ビンタ、なんで私生きてんだよこいつ。ナイス毒、怒り、頼む、エネダラ狙わないで。なんでエネダラ狙うの。さあエネダラ狙ったことによっていろいろピンチなんですが、とりあえず混乱の枝、さあピヨらせて、よし、どうしようかなこれ。まだピヨってるよね、あいつ。葉っぱから当たらねえや、今の。無駄ターン過ごしたわ。ナイスナイス。ケンタロスが地味に健闘してる。いや、死んじゃったロス。死んじゃったロスはやばいな。まずいですね、これ。あ、ナイスー、撃破ー。マジギリギリじゃんけ。エネダラっていうか、道具持っていかなすぎた、マジで。ごめん。サンダーは激しい戦いの末、ポケダラ団の勇気に共感した。そして伝説の孤島のキャンプと共に、サンダーが仲間になったぞ。すご技絞り出すを持ってる。うわ、めっちゃ嬉しいこれ。だ、これからやっぱ伝説のポケモンたちをね、どんどん友達にしていくってことなんだね。要はえげつね、オボンとかタウリめっちゃうまい。
あざっす。ブーブーブーちゃんです。よし、友達だろ友達だろ。エレブエレブとピションが地味に生き残ったよね。いやもうマジでよかった。ピション持ってないポケモン、エレブとピションだけは死んでほしくなかったんだよ。マジでよかった。おーし、ダイアリー、鬼が助けてくれてありがとう。依頼もねちゃんとこなしたからね、よかったよかった。てかサンダーレベル50だったよな。俺レベル足りてないのでは、クリア後に至って。やっぱしばらく依頼こなしつつ、サンダーの使い勝手試したりとかやるかな、ちょっとつね。それで、次の、フリーザーとか、ファイヤーかな。ファイヤー、フリーザーの順だね。行かなきゃな、ちゃんと。あ、毒ゲール君の友達になってくれた。よろしくな。すぐ満腹。すぐ満腹は便利。よ、バルキー。虹色組2個もくれた。めっちゃいいやつやな、あんた。え、でも、待って、伝説のポケモンパーティー入ったら、使わなくないもう。大丈夫？サンダー、ファイヤー、フリーザー3匹で冒険出ちゃうくない？大丈夫かな？さて、サンダーの使い勝手試しに行こうかと思ったんですけどね、ちょっと今面白いこと聞けたんですよ。うちのチームゴロゴロは凶悪なチームとして有名だが、ノーマルラングなのだ。やばくない？ハイドロスはブロンズラング低くない？もうちょっと頑張らなければ。いや、絡みつきはシルバーランク。いや、結構頑張ってんじゃん。シルバー高いね、意外と。オクタンのチーム。ね、掲示板見てると困ったポケモンはたくさんいるんですねーっていう。ね、俺たちゴールドランクだけど、ちょっとね、敬語使ってもらえますかね。さて、じゃあせっかくなのでね、ゲットしたサンダー使ってみましょうか。強いのかな。ちょっと簡単なダンジョン行ってね、依頼こなしながらやってみましょう。サンダーでかくなかったっけ。サンダーってちっちゃくなってんのかな。でかくない？でかくない？サンダーさん、いや、でかくない？なんか見て回るぞ。足遅くないっすか。そんなもんなのか。でかいから、でかいから遅いのかな。あ、でも一緒だよね、進む速度は。放電。ちょっと待って、壊れてないですか、伝説のポケモン。めちゃんこ強いけど、普通に。どいてもらった、どいてもらった。あ、入れ替わりできないんだ、これって。もしかしなくても。ラフレシアがいる。ほらほら、めっちゃどいてもらったって出てたじゃん、右下に。めっちゃ種ある。ね、敵ポケモンを蹂躙したいですね。よし、さっきそちらを押せない。よし、どうだこれで。キマリ連れてくることに成功した。いや、でかすぎてやりすれえな、これ。なんだこれは。どうもありがとう、バイバイ。これ面白いな、サンダー。え、ファイヤー、サンダー、ファイヤー、フリーザーの3匹でいったらもっとカオスになるんじゃねえの、これって。ね。ニドリーノ。よし。依頼ちょっと終わらせるか。さっきの放電って技めっちゃ強いなと思ったら、部屋中範囲ですね。吹雪と一緒じゃん。しかも時々麻痺させるんだ。なかなか狂った性能してると思うんだけど。スイ。つつく。かわいそう。つつくってさ、でも伝説のポケモンにつつかれたら死んじゃうよ、ほんと。放電。で、敵が弱いけどやっぱ強いな。戦闘にはしなくてもでも良さそうですね、これ。よし、ということでこんな感じでしたね、サンダー。いや、伝説のポケモンだけあって普通に強かったです。よかったね、元気釣られる。まあ、でもこういう依頼もね、古いのもどんどんこなしていかないと溜まっていくからな、まあ、今回みたいにね、使い勝手試すときに昔のダンジョン攻略みたいな感じでやっていきましょう。さあ、とりあえず今回はね、サンダーなんとかゲットしたわけで、やっぱちょっとレベル足りてないと思うんですけど、なんだかんだ言って工夫次第でアイテムとか道具とか使ったらね、攻略できそうですので、このままね、次回もフリーザーじゃないわ、ファイヤーだね、仲間するように頑張っていきましょう。しばらくじゃあちょっとね、伝説のポケモンをガツンとゲットできるように頑張っていきたいと思いますので、ね、ぜひとも応援してください。はい、まあ、クリア後のなんかストーリーとかもね、多分どんどん出てくると思いますので、それもね、適宜挟んでいきましょう。はい、それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございましたね。クリア後ですけど、まだまだポケダン遊んでいきますので、また見てください。お疲れ様。